5月23日、月曜。古賀に行き、梨を食う。夜が、通り町の学府に進めて、古賀先生に送らせし、画法の画を今中素有氏が見て霊障せしと。葉島に立ち寄りしに、小峰、宮野、正林氏来たりて、狂言のことを頼みたり。菓子に帰り、能の原稿を書く。 鉄水筒をできたり。